暑い寒いはないですか？大丈夫ですね。はい、ということでよろしいでしょうか。はい、皆様今日はお忙しい中お集まりいただいてありがとうございます。令和新選組の八幡愛でございます。はい、個人演説会ということで、まあ、今日ちょっと、ね、最初お昼で、言ってたんですけども、ちょっと、いろんなスケジュールの兼ね合いでこの時間になりまして、その当事者の方もまたね、いっぱいいらっしゃいたいって言ってたんですけど、その商売当事者の方ってのはもう今の時間が一番今から忙しくなるということで、なかなか来れないっていうことなので、またぜひ機会をまた作っていただいて、ちょっとまた大輔節をさらに轟かせていただきたいなっていう思いもありながら、今日はですね、東大阪の中で、障害者福祉施設を経営というか運営されている方とか、あとはそこでの入所をされている方とか、さまざまな方が、来てくださっているので、で天畠議員に直接質問したいという声も聞いてますので、その辺は流れで私が無茶振りするかもしれないので、よろしくお願いします。すごく個人演説会ということなので、ちょっとざっくばらんにやらせていただきたいなと思っております。はい、私自身、あんまり、なんか実は、あんまりこう、なんていうのかな、自分のことを紹介するときに、家族の話とかはあんまりしないんですけど、なんかね、正直その私のおじいちゃんは耳が聞こえなかったんです。で、おじいちゃんの連れ合いさん、おじいちゃんは若くして奥さん、私本当のおばあちゃんを亡くされているので、まあ、その事実婚というような感じで、添い遂げた人がいるんですけど、その人は全盲だったんですよ。で、そんな環境で育っていて、あとうちの父親も実はちょっと耳が悪くて、で、私自身も生まれた時からちょっと耳にすぐに耳鼻科に行かないと耳が聞こえなくなるっていうような状態だったので、10年間ちっちゃい時ずっと10歳過ぎるまで、もう毎週行ってたんですね、耳鼻科に。でそれで今ようやく鼓膜が定着をして、まあ、今は普通なんですけど、なんかそういう環境で育ったので、あんまりその障害に対してのそれこそもうバリアフリーとかなんていうんですかね、インクルーシブで育てるわけですよ。勝手にうちの八幡家は先駆けだったわけです。なので何の特別も思っていないので、そんな感覚で小学校に入るとそういう障害者の子どもたちの学級っていうところがあって、普通に友達同士仲良くしてっていうのが日常だったんですけど、なんか小学校の時にそうやって分け隔てなくみんなと仲良くしてて、障害のある子たちと遊んだりとかをしているとですよね、例えばそのだいぶ街の中がバリアフリー化が進んでいて、で多目的トイレ、まあ、その呼び名もどうなんていうのも問題もありますけども、大きな施設には必ず多目的の車椅子で入れるスペースのトイレがあるっていうような状態まで来たと思ってると思うんですけど、実際本当に使ってみるとありえない位置にトイレ紙が置いてあったりとか、ありえない位置には流すボタンがあったりとかするんですよ。手とか足が不自由な人が絶対押せないようなボタンを設置されてたりとか、だから設計まで行ってないんですね。当事者の声であったりとか、そこで解除されている方たちの声がその行政に届いていないし、設計の段階でなんとなくやってる風っていうのが今の日本だと私は思うんです。もちろんきっちりちゃんとやられているところもあるんですけども、だからそういった細かいこととかを知っていく、みんなで考えていくっていうにはやっぱり知ってもらわないといけないっていうことで、で令和新選組は3人の、障害当事者の議員がおりますので、私はすごくそれはいいことだと思っています。未だになんか本当に悔しいんですけど、街でもまだやっぱりまだ言われるんですよね、令和は障害者を議員にしてとかね、なんかすごいそのせいで私たちの税金がでを使ってスロープ作ったやろとかって本当に悔しいけど言われるんですよ。でもそうじゃない、やっぱり障害がある人も国民の中の一人だし一部だし、もう今までが見えなかった、見ようとしてこなかっただけなんだから、まあ、そこは諦めずに私も訴え続けていきたいなと思っています。だからまあ冒頭の話に戻ると、訴えていかなあかんのやけど、この訴え続けるっていうのもやっぱちょっと違和感ある時もあって、もうなんでこんなわざわざ言わないといけないんだろうって思うわけですなんて。で、またお話出てくるかもしれないですけども、優生保護法についてもそうです。で、私自身は不勉強で、優生保護法っていうものが1996年まであったっていうのが結構知ったのが大人になってからで、でそれで驚いて初めて知った時に、でそれを友達に聞いたら、いやもうそれは私たちの中ではすごいやっぱり悲しい話でって、なんか本当にこの尊厳であったりとか人権であったりということを私たちはもっともっと考えていかないといけないんです。でそういう
役割を私は果たしたいなと思って令和新選組に入っているっていうのがあります。だから今日は出畑議員来ていただいてすごくどんな話を聞けるのか嬉しいですし、あと今日集まってくださった皆さんと、意見交換であったりとかそれぞれいろいろ思われることもあると思いますので、なんか有意義な時間にしたいなと思ってます。お願いします。はい、ありますか。赤さたなはまぎょうのまみみ赤さたなな皆さん家業のかきくけここ赤さたなはまやらばこんにちは。こん赤さたなははこんばんは。こんばんは。続きます。赤さたなはまやら行のらりるで家業のあいいれいは新選組赤さたなの赤さた行の立ちつてて天畑大好きです。皆さんこんばんは。令和新選組の天畑大輔です。はい、代読します。お集まりの皆さん、令和新選組参議院議員の天畑大輔です。本日はここ大阪13区公認候補の八幡愛さんの応援に駆けつけました。まず少し自己紹介をさせてください。私は14歳の時の医療ミスが原因で中途障害者になりました。自分の口では話せないため先ほどのような赤さたな話法でコミュニケーションを取ります。詳しいやり方については、事前に質問も来ていましたので後ほど会場の皆さんにぜひ体験してもらいながら説明したいと思います。私が政治家の道に進んだきっかけは2019年の参議院選挙でした。私は令和新選組の応援演説にその演説の様子を見ていた代表の山本太郎さんに後日出馬のオファーをいただきました。最初はとても悩みました。そんな時に後押ししてくれた言葉があります。家業のかきくけここ赤作業のさしし赤さたなはまやらわん個人赤さた行の立ちつて敵赤さたなな赤行の書きくけここと個人的なこと赤さたなはは赤さ行のさしすせせあ行のあいい政治的赤さたなな赤政治的なことです。個人的なことは政治的なことです。一見個人的に見えることも政治や社会の影響を強く受けています。私たちは必ず何かの当事者です。例えばエレベーターが設置されていない駅はまだまだたくさんあります。すると私のような車椅子ユーザーは電車に乗るのに時間がかかったり最悪の場合は電車に乗れません。東京に住んでいてもエレベーターがなくて困ることがたくさんあります。この私の困りごとは個人的なことでしょうか。困っているのは私だけではないはずです。多くの車椅子ユーザーはもちろんのこと、ベビーカーを押しているお母さん、お父さん、足の不自由な高齢者の方にとっても駅を利用するハードルになっているはずです。これは社会の問題であり政治が何とかしなきゃいけない。これが個人的なことは政治的なことなんです。立候補する私の姿を見てそのことを思い起こしてほしい。そして大企業や大きな組織のバックがない草の根の令和新選組だからこそ個人個人が経験を持ち寄り自由に対話議論ができる。当時の私はそう思って参院選への出馬を決意し2022年7月に国会へと皆さんに送り出していただきました。赤さた行の立ちつてと
あ、家業のかきくけここどこ、あかさたな行のなにに、あ行のあいい、あかさた行の立ちつけて、あかさたな浜もどこにいても、あかさたなな、あかさたな行のなになに、あかさたな浜やらはを何を、あかさ行のさしし、あかさた行の立ちつけてして何をしてどこにいても何をしていても、あかさた行の立ちつつ、あかかあ行のあいうえへ使える、あかさたなは行のはひふへへ、あかさたなはまやら行のらりるヘルパー制度、どこにいても何をしても使えるヘルパー制度を実現したいと、実現したいと考えています。議員になって2年が経ちますが、政策の実現の道のりの遠さを実感しています。その実現したい政策の一つが、障害者が地域で生きるのに必要不可欠な公的なヘルパー制度の理不尽な制限をなくしていくことです。例えば重度訪問介護という私も利用している制度は仕事の時間には使えません。当事者の中にはこの理不尽のために人工呼吸器をつけているのに勤務時間中は介助者を外している人もいます。長時間トイレを我慢し体調を崩した人もいます。働いたお金から自費で介助費用を出している人もいます。しかも仕事だけでなく大学などの就学にも使えません。今日このような集まりを自治体の判断によってはヘルパーの利用を制限されてしまう可能性もあります。そのルールが厚生労働省の告示523号に定められています。私はこのルールを撤廃したいと考えています。ヘルパー制度の理不尽な制限はまだまだたくさんあります。65歳になると介護保険が優先されて今までのサービスが受けられない。入院時にヘルパーの付き添いがなかなか認められない。グループホームや入所施設で個人ヘルパーが使えない。こうした制限を取っ払い、一人一人の障害者にヘルパーをつけることでその人の希望に応じた生活が保障されます。もちろんそのためには介護を担う皆さんの所得倍増も欠かせません。積極財政を訴える令和新選組の仲間がもっともっと必要です。ここ大阪13区にはその先頭に立つ八幡愛さんがいます。皆さん応援をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。受けてちょっと一言いいですか。はい、これ本当に私もこの相談をよく受けるんですよね。ちょっとしたことが出かけれなくて、結局お金持ちは例えば個人で雇えたりとかできるんですけども、例えば遊びに行くのも当然ダメだし、でもやっぱりそのちょっと友達と今日は出かけたいとか、そのヘルパーさんと一緒に遊びに行きたいとかっていうのも、これはヘルパーさんがいいよって言ってもダメだったりとかするんですよね。だからこれは私もすごく問題だなと思っていて、これだから言い換えると障害当事者は家にいることが前提なんですよね。外に出るななんですよ。これはもう私はすごい国が決めた軟禁状態というかだなと思っているので、すごく問題だと思ってます。働くことも前提としていないし、で、令和関連でいくと、私このもちろん自分の衆議院選挙を戦う前に、統一地方の選対副本部長っていうのを、まあ、預かりまして、で近畿で、その地方議員になりたい、まあ、そこに伊藤さんも手を挙げてくれたんですけども、地方議員になりたいっていう方で障害当事者の方から応募っていうのもやっぱりあったんですよ。でそのお話をしていく中でも、選挙活動も当然できない、利用できないんですよね。例えばこう皆さんにポスターを、今バーッと掲示板にポスターあるじゃないですか。それを自分で貼りに行くために誰かを手伝ってもらうっていうのを、まあ、ボランティアが基本前提ではあるんですけども、外に出る時にその、選挙活動、例えば政治活動ですね、政治活動に関しても使いたいってこう
役所に相談しに行かれた方がいたんですけど、そんなことはもう当然無理ですって言って、まあ、当然、まあ、断られてすごくこう傷ついてらして、当然その選挙に出るとかっていうことも想定はされていないし、すごくこういろんなところで引っかかってくるあのルールなので、私もちょっとそれはね、あの変えていきたいなと思っております。すいません、間から失礼しました。はい、サタナハハ行のハヒフヘホホア行のアイウウホウアカササアイオサイますか、アカサタナ行のナニニアカサタ行のタチツツア行のアイイついてアカサタナハマ行のマミムメモモアカサタ行のタチズデトトアカサタナハマヤラ行のラリリアカ行のカキククムネいま す, ありますか。障害者の私は障害者の防災についても取り組んでいます。続きますか。アカサタナハハ行のハヒフヘホホア行のアイウウ防災アカサ行のサシシアカサタナ行のナニヌネノノアカサ行のサシシアカカ資格防災士の資格アカサタナハマヤラワオア行のアイウエオオアカサタナハマ行のマミムメモモお持ちアカサタ行のタチズデトと聞いています。綾畑さん、八幡さんが防災士の資格を持ちというのも聞いています。続きますか。ありがとうございます。補足します。私は今年8月に令和新選組の木村英子参議院議員とともに能登半島地震被災地を視察しました。輪島市の自立支援協議会や福祉避難所を訪れ、震災後の福祉分野の深刻な人手不足や福祉避難所の支援がいつ打ち切られるのか不安な状況にいる障害者や高齢者、その家族の現状を伺いました。また避難所に入れず在宅避難や車中泊を余儀なくされた障害者の話も伺いました。特に避難所の支援を受けられなかった障害者の実態にショックを受けました。国は要配慮者のスペースがどれだけ確保されていたか、在宅避難や車中泊の人たちのための支援拠点がどれだけ設置できていたか、全く把握していませんでした。まずは実態把握から政府に求めていきたいと思っています。また、災害時の医薬品供給にも取り組んでいます。1型糖尿病の当事者からの要望をきっかけに、インスリン製剤など服薬を途中でやめると命の危険がある人たちの安心して避難できるようインスリンなどの備蓄を3日以内に必要なものとして厚労省から自治体に周知してもらいました。また医薬品供給についても避難計画や防災訓練に盛り込むよう内閣府から自治体に周知もしてもらいました。八幡さんは防災士の資格を取得し、防災省の設置も訴えておられます。その思いについて少しお話ししていただけないでしょうか。はい、ありがとうございます。いい感じに振っていただいて本当にありがとうございます。はい、私自身が政治の世界に、入ったきっかけというか、政治活動するきっかけになったのが、3.11、東日本大震災でした。でそれまではもう本当に何にも考えてなくて、テレビとか新聞とかは当然、たまには見るぐらいな感じ で当時はタレント活動とかをしていたので、むしろその時はよく覚えてるのはおバカキャラが流行ったんですね。いわゆる当時ね、おバカキャラを、みたいな。で私も当時キャラクターが迷走しておりまして、どうやったら売れるんだろうと思った時に、そうだおバカキャラもあるじゃないかと思って、でオーディションを受けてある地上波での番組出演が決まってたんですよ。それが結構なおバカキャラというか、しっかりしているんだけども地図が読めませんみたいな、なんかそんな感じで話が、もともとちょっと地理は弱いんですけども、そういう感じで、収録がね確か3月の12日とかだったんです。
でももう 3.11 になってしまってそんなの全部飛びましたし、そんな地図読めませんとかいう、要は世の中が一変したんですね。当時の瞬間までは芸能界もおバカキャラが入ってたぐらい平和だった。もうそこからもうコロッと変わったっていうのを目の当たりにした時に、こんなんバカとか言ってる場合じゃない、もっとちゃんと自分であの世の中のことを知らなければいけないと思った時に、なんかこう原発が爆発するわけがないってテレビでも言ってたんですよ。 NHK 今でも覚えてます。あの爆発の映像が映っててもなんかなんていうの、大丈夫ですみたいな、あのみんな焦ってるんだけど大丈夫大丈夫ですって。で当時のね首相もなんか直ちに、首相じゃないな、当時の、防災の人たちもあの直ちに影響はないっていう言葉がね、あのいろんなところで、言われてましたけども、すごくそこに恐ろしさを覚えて、これこのまま政府の言う通りとか大丈夫だから、原発は絶対に安全なエネルギーだからっていうのを鵜呑みにしてきた自分っていうものをすごくあの恥じたというか、 でもそれをずっと危険を訴えてた人たちっていうのもいたんですよ。でもそんなの私には全然届いてもいなかったし、何も考えたことがなかったっていう時に、ちゃんと自分で勉強して取材をしようと思ったっていうことがきっかけで、で、官邸前で当時はあの脱原発デモっていうのが、官邸前行動っていうのが毎週金曜日にされていて、もう本当に1万人2万人ぐらい集まる規模でみんなでデモしてたんですけど、その時もあのデモとかってすごい怖いなっていうようなイメージのまま取材に行ったら、実は本当に普通の人、要は赤ちゃんを連れた人とかサラリーマンの人とかっていうのが かなり当時集まっていたっていうことを自分で見て、で、あ、これは新聞、テレビ、メディアが言ってることよりも自分の目で確かめて、それを自分の感覚で発信をしていくっていうことの大事さを知りまして、でそこで山本太郎代表とも出会うんですが、なのでその政治活動をしたきっかけがやっぱり災害だったんです。でそこからいろいろ私もいろんなことを勉強させていただいて、やっぱりこの日本っていうのは災害大国で、なんか私たちも慣れてしまってるんですよね。震度4の、あ、震度4かとかで、私あの阪神淡路大震災の時に当時姫路に住んでたんですけど、姫路で、震度4だったんですよ。でもその時とんでもないあの恐ろしいことが起きたと子供ながらに思ったんですね。でそれの時は家があのボロボロだったので、家にひびが入って、震度4で ひびが入ったんです。まあ、要はその、阪神淡路大震災をきっかけに、その家を作るあの基準の見直しもされて、でその時にいろいろそこから、だから阪神淡路大震災以降、ようやく私たちが防災であったりとか減災であったりということを考えるきっかけになったっていうところだったんですけど、当時の私にとっての震度4と今の震度4って全然違っていて、なんかこうどん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 麻痺してしまっている。でさらにここであのそれこそ南海トラフであったり首都圏直下だったり、あと東大阪だったら生駒山の断層帯も揺れたら都市部は震度7が来ますからね。なのでいつ何が起きるかわからない。でしかも私たちは原発を抱えていますから、でそこに対してもっともっとこうみんなにあのいろいろ注意喚起もしながら、言っている時に、まあ、一八幡愛がねあの言ったら聞いてもらえないかもしれないけども、いや私は防災の勉強をして資格を取ったから言えるんですって言うと、ちょっとでも耳を貸してもらえるかなと思って、取りました。でも防災士 の資格を取った後に言うのもなんですけど、やっぱり防災士っていうのも、もう要はそういう心がある人、そういうやる気がある人とかに任せっきりっていうようなところがすごくこう日本の嫌なところが出てるなと思っていて、でやっぱり自助共助も大事だけども、何があっても心配するなっていう令和新選組の理念である公助をね、もっとやっぱり大きくしないといけないと思います。で福祉避難所の話も出てましたけども、ちょうどね今日来てくださっているあの方で福祉避難所に指定されている施設を運営されている方もいらっしゃるんですけども、どういう経緯で決まったんですかっていうと、いや市から呼ばれてよろしくみたいな感じでって言って、えそこにじゃあなんかこう国からお金物資の提供であったりとか、なんかそういう補助とかないんですかって言ったら、いやない特にはないみたいなことを聞いて、要は結局近くに福祉避難所施設がになり得る施設に声をかけて、もう自分たちで自分たちのことをできるだけもう大変な時やから雇いてっていうようなことじゃないですか。本来であれば天畠さん言ったみたいに、どこにどれぐらいの施設があってどの規模で誰があの避難ができるのかまで、あの国というか、まあ国からそうですね、地域ですね、あの行政も含めて把握しないといけないところが結構人任せになってしまってるなと思います。なのでそういったことも防災士というものであり、そこしかもその勉強しながら周りの人たちを守るということの上で、国にやっぱり令和新選組として訴えていきたいなと思ってます。なので防災省はあの絶対必要だと思います。で
今の総理、石破さんも言ってますけど、石破さんってね、もうあの状態で総理になる前はいろんななんかちょっと期待するようなことを言ったけど、なった瞬間にもう権力手にした瞬間になんか言えんくなるのか、何かを突きつけられてるのか、全部ひっくり返してるじゃないですか。でも防災省っていうものはもう本当にあの石破さんね、あのずっと言ってきたことなんだから、それは令和新選組として私自身はやっぱり中に入ってお尻叩いていくというか、石破さん言ってんからちゃんとやってくださいよっていうのを、あのそれこそ天畠議員とか、あと木村英子議員とか、あの船子康彦議員も含めてみんなでちょっと言っていきたいなと思っております。